マイケル・オーガスト・ティムリンはアメリカ合衆国テキサス州ミッドランド出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。1987年の MLB ドラフトでトロントブルージェイズからドラフト5巡目で指名され契約。1991年4月8日にメジャーデビュー。先発登板は6月の3試合のみで60試合にリリーフ登板。リリーフとしてマイク・ヘンマンとに リーグサイタタイの実勝を挙げた。1992年のワールドシリーズで優勝投手となるなど、ブルージェイズのワールドシリーズ優勝に貢献。1996年にクローザーとして31セーブを記録。1997年7月31日に、ホセクルーズジュニアとのトレードで、ポール・スポヤリッチと共にシアトル・マリナーズへ移籍。1998年はシーズン半ばから、 クローザーとして起用され、19回のセーブ機会のうち18回でセーブを記録。オフにフリーエージェントとなった。クローザーとして起用を約束してくれた唯一のチームであった、ボルチモアオリオールズへ4年総額1600万ドルで移籍した。1999年はクローザーとして開幕から当番不安定な投球が続いたが、後半戦は 防御率1.4018セーブと復調。2000年7月29日に、クリス・リチャードとマイナーリーガー一人とのトレードで、ウィル・クラークと共にセントルイス・カージナルスへ移籍。移籍後は、デーブ・ベレスへつなぐセットアッパーとして起用された。2002年7月29日に、プラシド・ポランコとバド・スミスと共に、スコット・ローレンとダグ・ニックルとのトレードで、フィラデルフィア・フィリーズに移籍。 2003年以降は、ボストン・レッドソックスでプレー2004年と2007年には、レッドソックスでも、ワールドシリーズ優勝を経験している。2005年には、リーグサイトの81試合に登板し、シーズン後半には故障した、キース・フォークに代わり、クローザーとして13セーブを記録。2006年開幕前の3月に開催された第1回、ワールドベースボールクラシックの、 アメリカ合衆国代表に選出された。同大会では3試合にリリーフ登板した。2007年は肩の痛みに悩まされたが、8月以降は痛みが取れ9位が戻った。8月31日には通算千試合登板を達成。2008年終了時点で通算登板試合数が1058試合となり、メジャー歴代7位にランクインした。二千八年オフに、 FA となる。2009年7月29日にコロラドロッキーズとマイナー契約を結んだが、8月15日に自由契約となり引退した。ありがとうございます。